これまでの佐川さんの、まあ、証言を聞いておりますとですね、私にはですね、もうこの問題は自分一人が攻めを追っていこうというね、まあ、何か決意というか覚悟みたいなものが感じられるんですよ。まあ、それがあなたの美学かもしれませんが、国民の理解は到底得られないということをはっきりまず申し上げたいと思います。そして委員長にお願いをしたいことは、議員証言法 の、 訴追の恐れというのはね、高裁の判決が出てまして、これはですね、具体的な犯罪の構成要件事実あるいはそれを想定される密接関連事項とありますから、それ以外のことで拒否をされるなら、ぜひですね、委員長、差配をよろしくお願い申し上げます。そして佐川さんは、それは証言拒否罪というのもあるということも念頭においてご答弁をください。まずですね、いや、佐川さんね、本当に丸川委員への答弁も、その後も何度も確認されて、この解散問題については、一切どなたも関わっておりませんという断言なんですよね。しかしね、もし仮にあなたがこの改ざん問題に関与してないとすればね、そんな断言答弁はできないでしょう。これは、まあ、まさにあなたがこの改ざん問題に関与してるっていう自白をしてるのと同じじゃありませんか。佐川証人。先ほどから申し上げてますが、本件国有財産売却の個別の案件でございまして、こういう案件はまさに理財局の中でそういう現場の話を聞きながら資料対応等も関係するということでございまして、そういう意味では他の局に相談するような話でもありませんし、それから先ほどから申しましたように、そのまあ官邸とか大臣とかそういうところから指示があれば当然私のところに報告も来ますし、あるいはまあ直接であれば私のところにも来るということで、そういうこともございませんでしたと言っております。委員長。いやいや、あなたがもし改ざんに関与してないとすれば、あなたは部外者なんですよ。でこんな改ざんというのは大っぴらにありませんから、密室であるんですよ。唯一あなたが関与しているときだけね、いろいろ関与してたけども、どこからも関与も圧力もありませんでしたと言って初めて断言できるじゃないですか。だったらなんで私が知る限り関与はありませんでしたという答弁じゃなくて、すべて見ましたけどね、全部ございません、ございません、ございませんですよ。なんでこんな答弁ができるんですか。あなたが関与している証拠じゃありませんか。佐川証人。私は理財局長でございまして、そういう意味でその外と言うんですけども、そういう例えば官邸から入った時に局長に情報を上げていなかったら、それはもう局長が知ってないのかということになりますですよね。その私が知らないところで誰か局内の人に指示があったとした時に局長に報告をしなければ、したがってそういう官邸なり大臣なりから仮に指示があったとすれば、必ず私のところに報告が上がってくるというふうに思います。いやいや、あなたが会社に関与してなかったら秘密にするでしょうか。そんなことも当たり前じゃないですか。だからこれは本当にね、違和感があります、非常に。であなたの場合はね、断言答弁って多いんです。昨年ね、政治家の関与は一切ございません、記録は全部廃棄しました。普通ですね、私も官僚出身ですけども、官僚答弁というのは後々何か起こったことに備えて逃げ道を作るものなんですよ。あなたの断言言い切り答弁というのはあなたの判断でやられたんですか、それとも答弁資料にそう書いてあったんでしょうか。佐川証人。私のこの答弁がそういう良くないというお話であれば、大変丁寧さを欠いたという意味ではお詫び申し上げますが、あなたの判断、不当な働きかけは一切なかったというのは、それは、そういう政治的なその圧力というものはなかったというのは当時局内でも報告を受けて聞いておりますし、交渉記録については、それは本当に先ほどからお詫び申し上げておりますけれども、そういう文書管理記録に沿って答弁をしたということでありますので、そういう意味では本当に答弁そのものが丁寧さを欠いたということであるというふうに思っております。江田君。いや、あなたの判断で政治家の関与は一切ないと答弁したんですね。佐川証人。私の判断というか、まあ、理財局としてその貸し付けとか売却の経緯は、その記録を見ながらやっているわけでございますので、そういう中で、そういう不当な働きかけといったものはなかったというのを局内からきちんと聞いた上で答弁をしたということでございます。井田君。先週金曜の財金会、私も太田局長に聞きましたが、もともとの答弁資料は
政治家からの不当な働き方はなかった。ただ政治家を含めて一般的ないろんな問い合わせはあったというものだったと。それを最終的には佐川局長が判断してああいう答弁をされたという答弁をいただきました。ですから一切ないとね、不当な、不当というあえてですけど不当な介入はない、それから問い合わせはあったという答弁であればね、その後こういうことが起きててもかろうじてなんか逃げ道があったかもしれない。それをあなたはむしろね、逃げ道を封じてああいう答弁をされたということは、どなたかからそういう、それを一切政治的な関与はないという答弁をすることで、責任を逃れようという政治側からの関与があったということじゃないですか。佐川証人。大変恐縮でございますが、私の昨年の国会での答弁は不当な働きかけは一切なかったと申しております。ただ一般的に国有地の売却ではさまざまな問い合わせがあって、政治の側からの問い合わせも含めてありますという答弁をしております。従いまして問い合わせそのものについてはさまざまな問い合わせがあるけれども、不当な働きかけは一切なかったという答弁をしておりまして、今ちょっと委員がおっしゃった一切何もかもなかったかのようなことはちょっと私の記憶ではなかったというふうに考えております。江田君。3月2日に一切なかったと答弁している。それから個別案件だから理財局会議、これは嘘でしょ。これも官房長に来ましたが、国会提出資料はすべからく官房長まで上げるというのが金曜日の答弁ですよ。なぜ理財局限りって嘘つくんですか、あなたは。佐川証人。その嘘というか、国会に提出するときにその国会担当の部局は官房にございますので、それはもう当然その官房経由で出すとかで手続きのはあると思いますが、私が申し上げているのはそれはもう実質論でございまして、その理財局のあっている国有財産の個別の案件をですね、官房にそのこういう中身でどうでしょうかとか、そんなことを相談したり報告したりすることはないという意味で、官房がそこをチェックしたりするということもございませんし、よく委員ご指摘の通り、それはもう官房部局が国会担当をやっているというのはそれはもう事実でございます。いやいや、もう政権を揺るがす大きな問題になってたわけですから、官房に上がって官房長が見ればですね、これは次官大臣まで上がっていくというそのくらいの案件だったわけですよ。理財局限りでやったというあなたの答弁は全く信じられないということを申し上げて、私のあれを終わります。